はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、トクです。月曜日ということでハッピーマンデーやっていきたいと思います。はい。いや、でも今日の朝ね、地震が大阪の方で、はい、関西の方か、地震があったということで、まあちょっとやっぱり日本人なんだけど、要は地震とかそういう災害にはやっぱりちょっとなんかあれだね、やっぱり麻痺しちゃうというか、そうですね。やっぱ新幹線とかそういうのが動かなくなったりね、はい、あとは道が混んで渋滞になったりとかすると本当にいろんなところに、影響が出てきて、まあこの我々の動画を見てる方でもね、大阪関西の方結構多いかと思うんで、ちょっと皆さんのね安否の方が本当に、ちょっと心配なんですけども、皆さんいかがですか。まあでも本当に備えだね。そう、まあそうですね、やっぱりちょっと明日は我が身ってどのぐらいの人たちが思えるかわからないけど、防災対策特してますか。いや、全くしてないですよね。もし地震があったらどうするの、どうやって逃げるの。考えたこともないですもんね。そうだよね。まあでも改めてちょっとしっかりしなきゃなと思う。まあ本当になかなか考えられないんだけどね。まあちょっと皆さんもですね、こういう時だからこそ、より一層ね、あの 防災対策の方、はい、ぜひともあの見直していただけたらと思います。私もちょっと考えていきたいと思います。ということでハッピーマンデーを引くんですけども、はい、皆さん週末いかがでしたか。とかどうだった。そうですね、自分もあの昨日一本出した動画で喋ったんですけど、もうワールドカップを全試合見ようっていう、あの今シーズンの私の目標、無事に遂行中です。おー、やるじゃん。もう頭おかしくないですか。でもさ、やっぱ面白いね。面白いっす。で、まあちょっとサッカー系の詳しい動画っていうのはまた明日、はい、日本代表戦の前にちょっと もろもろね、取りつつトトの結果とかもやりながら、お届けしたいと思うけど、何がすごいってまずやっぱり僕が感じてるところね、サッカーをそこまで見ない人でも見る、これってすごくない？これすごいよ。こんだけの人がさ、クリスティアーノ・ロナウドすごい、メッシ PK 外したかとか言うわけじゃん、はい、ドイツメキシコに負けたとかさ、はい、それがやっぱり何とも言えないね。いやー、すっごいっすね。だってさ、なんでみんなそんなエルナンデスのこと知ってんのって思う、知らないでしょ普通、すごいよ。いや、だから僕はミーハー的意見をもっと盛り上げてほしいんですよね、やっぱその見るから。だからクリスチャン・ロナウドがやっぱりハットトリックしたじゃないですか。で、あそこにあの日の次の日の朝、俺アホみたいに LINE 来たんですよ、俺クリスチャン・ロナウドあれやべえなみたいな、でその一方で24時間ぐらいに試合したメッシに関しては何も連絡来なかったんですよ。でもあれって、あのサッカーやってる人からしたら、あのアイスランドとか、ああいうしびれ気な今サッカーしてる国結構多いと思うんですけど、そのサッカーすごい称えるべきじゃないですか。サッカーやってる身としては日本も見習うべきサッカーだと思いますし、あのハードワークは。ただそこにやっぱり反応しないと思うんですよね、ミーハーって言い方したらあれですけど、普段あんまサッカー見ない方たち。だからもっと本当でもその誰でも楽しめるように、本当クリスチャン・ロナウドとかメッシとかネイマールとか、そのネームバリューのある選手たちにもっと頑張ってもらって、もっとワールドカップ自体が盛り上がればいいなと思いましたね。だからさ、やっぱりみんなスーパーゴール見たいんだよね。そうですね、そうコーチーニョのゴールだったり、ナチョのあれもすごかったしね、スーパーゴールがやっぱりすごいになってるけど、サッカーに関してはやっぱり1点は1点だからね。そうですね、オウンゴールですら1点だし、はい、まあでもやっぱその過程とかをやっぱり見ていくと、やっぱりクリスティアーノ・ロナウドはすごいよ、でさ、あれだけのトッププレイヤー、スーパープレイヤーなのにもかかわらずさ、フリーキック蹴る前さ、ふーってやつでしょ、あれはすごいわ、っていう話をもろもろ明日の動画でやりましょう。はい。ということでハッピーマンデーです。まあ昨日はね K1 もありましたからね。そういえばね、そうですね、我々の動画にも出てくれるあのヒデ君、はい、出会ったりとか、春馬とかね、はい、春馬なんてもう最後の怪我しなければもう K1 のベルトも巻いてたからと思いますよね、ちょっとそこら辺またちょっと呼んで話聞こう、うんうん、ということでハッピーマンデー、はい、いきます。動作王がすごいですね。あっち行ってこっち来るんですよ。でまた戻るんですよ。ハッピーマンデーはそういうことです。ブータン、いや誰
おおいいですか。お移動はやっぱ嬉しいですよね。おうリスク高い、リスクっていうか何、いやもう行っちゃいましょう。行っちゃいますよ。もうない、もうだってあっちで弾けなかったからこっちで行けますよ。おっす、おっす、ここ50になったらいいな。これやっぱり強いんでしょ。まあまあ元々35でも強いっていう感じの見方が正しいですかね、うんうん。まあ、もちろん45にしても強いですけど、35でもこのタッグが非常に強いキャラですね、うんうん。で変化球ボーナス持ってて、練習効果も持ってる、練習効果持っててスペシャルタッグ持ってて、やる気も確か持ってますよね、うん、75% 持ってますよね。35でもタックがめっちゃ強い、うん、その代わり初期力がめっちゃ低い。そうなんだよね。これさ55でもだいぶ低いからね。55でも低いっすね。だってさ55じゃん、一番高いの誰、最下とか高いよね。90だからね。半端ないですねその違いは。半端ないよ。練習で7回分ぐらい、うん。立ち感も高いよね。高いですね80、うん。まあそういうこと考えるとですね、まあでもここはおいおい50になると思います。トコは引くの、はい、はい、ではじゃあここからトクの番に行きたいと思います。はい、はい、続いてトクの番でございます。はい、引いていきます、うん。トクのそのなんか今着てるナイキのやつ渋いな。これですか、うん、多分中学3年生ぐらいに買ったやつなんで。え、物持ちいいな。何年着てんの。10は超えてますよね、うん、10か、ちょうど10ぐらいか、うん。さあ誰だ、 PR でも誰だな。おお、でも PSR 持ってんじゃん。けど SR も持ってないんですよ。いやもう直掛けだろ。いきます。俺 PSR 直掛け初だ、初体験。お、いいの言ってくれんの。思ったこの辺に結構いるんですけど、まあこっちは我慢、こっちは我慢、ここだけはじゃあ。いやいや我慢しません、普通に。いや我慢した方がいい、うん、俺は行くけど。でもやっぱりさ、あの時として両者意見あるじゃん。俺 R でも解放してるからね、言ったら、うん。だからまあそこをどう見るかだよね。ほぼ解放しないけど、でもね俺 R でもう 5,6 回解放してるよ、まあ、そんだけ引いてるって言われます。うん、弾もありますから。実質がだからそれ本当何パーセントかっていうところですよね。うん、まあカズさんの体感で、うん、でも 5% ぐらいだと思うよ PR が。 PR が、うん、そんな感じする、うん。でもさ 5% って20回やったら1回通る計算なわけじゃん。まあそうですね、うん。それで考えたら多分 PR から SR5 を作るよりそっちの方がいいのかな。うん、まあこれも考え方だよね。まあでも PN 牧場とかやるんだったらやっぱりやんない方がいいね。そうですね、うん。 R も PR も5を作れて SR も5を目指しちゃうんで、自分がどのぐらい回すかガチャ回すかによってステイなのか仕掛けるのかはやった方がいいね。そうですね、うん。だってさ 30% でもなかなか解放しない時なんてあるじゃん、はいはい、10連敗とかの話聞くことあるしさ、はいはいはい、あほぼ無理なんで。そうですね、うん。特にあの覚醒の方はどうなの、キバ静か。実は昨日ちょっと、うん、なんか作ったんですよ。何を作ったの。覚醒洗剤を、洗剤強化アイテム、うん。で作ったところ結局銅がちょこちょこって増えるだけで、うん、銀作るのですらめっちゃ大変だな。 R10 枚ちょっと一回出してみようと思ってやったんですけど、うん、もちろんどうでしょう 90% どうでしょう。で 9.何% 銀で 0.1% ぐらいで金。無理だな。無理っすね。でもここやったらきついっす、うん、すごい本当にどんどん今あの3万2時までいろいろまだそこも50目指したいって方が結構増えてますけど、まあ、もう災害、スバル、キバ、新島ですか、まあ、他にも浦賀とか、まあ、やってる人もいっぱいいますけど、うん、きついっすよ。ほんとすごいなって思いました。そうだよね。あのタイガースさんなんて覚醒フルマックス4体5体いますから。半端ないっすね。すごいです。半端ない、もう考えられない。なんか違うよね、あそこまではできないよね。できないです。だって R とか PR とか SR とか PSR も全部その生贄素材もレベル上げると可能性がさらに、この銅から銀、銀から金って可能性上がるっていうじゃないですか。でもレベル上がるのもめっちゃ大変じゃないですか。
でそれと同時にここのチャリンもね意外と食ってチャリンないなんて方も結構いるじゃないですか。チャリン不足ね。チャリン不足すごいっすよ本当に。いやちょっと真似できないな。まあでもそういう方からお借りしてですね強い選手作りたいなと思うからね。そうですね、うん、まあ、でももう僕的に自画自賛してますけどね、ここまで行っただけでも、うん、そもそも46がいること自体が、まあ、ちょこちょこいたりはしてるんですけど、うん、虹谷誠くんとか48だろ、メガネ登場も46、うん、虹谷は48、そうですね。その右誰、メガネ登場の右誰、タッキーナルディですかね。タッキーナルディか。タッキー&ツバメだろ。タッキー&ツバメツバクロウくんね、そういうことですね、うん、タッキー&ヤクルトのツバクロウね。ツバクロウ OK です。でここまで来てるだけでももう自分の中では、うん、もうなんか僕のイベキャラボックスに唯一花があるユニキバ、うん、シズか、うん、チャンだと思ってます、うん、まあだからこれといって使うタイミングもないからどうしようって感じですけどね。あまあ持っとくだけでほら鑑賞用ね。そうなんですよ。そうだよ、気持ちいい。このピカピカしてるシルエットが、スニーカーとかでもさ2足買って1足鑑賞用とかって人います、ね、人いるでしょ。鑑賞用だから、うん、そうですね。俺鑑賞用で物買うことほぼないからな、うん、まあ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 ちょっと今週もいろいろやっていきましょうよ。はい、うん、でもなんか雰囲気見るとパズドラコラボちょっと遅くなりそうだね。このタイミングじゃなさそうだね。なんかパズドラの公式の方で出てるバナーとか見ると、うん、いろいろコラボが結構あるんですよね、うん、パズドラの方では。それが結構直近で1つ2つぐらいあって、うん、まあ、それを終えてからとなると7月の頭そうだよねとかっていう感じで、まあ、TT さんとかねコメントくれてましたけど、まあでももろもろ楽しみですね、うんうん、そうですね。今私はチムラン上げ頑張ります。天才入部届また手に入ったからやっていこうと思います。はい、ではそんな感じで今週も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ、バイバイ。